はい、こんにちは。今回なんですけれども、本日はね、9月14日に新しいデコピクミンが実装されました。そう、コスメピクミンですね。これらのピクミンは一部の百貨店やドラッグストアで手に入るとのことですが、もうね、このピクミンはね、わざわざね、探しに行かなくてもね、即見つけることができちゃいました。そうなんですよ、もう駅前のドラッグストアとかでね、普通に出てきます。ただね、それだけじゃ今回はちょっと面白くないということで、おしゃれの街表参道にやってきて、変わった名前のねコスメピクミンが取れるかどうか試していこうかなと思います。探知機を見ながら街を歩いて、探知機にねコスメ表示が出たら即探知機を打つで、何の苗が出てくるのかっていうのをね試していこうかなと思います。お、早速来ましたね。ちょうど6下の前を歩いていたらコスメ判定が出てきました。早速探知機を打っていこうかなと思います。今回の企画の辛いところは探知機6択でも打たなくちゃいけないところですね。早速打っていきます。で、探知機をね5回ほど打った後にようやく苗が出てきたんだけれども、この苗がね6下の苗じゃなかったんですよ。このお隣のお店のフェリス・トワッココスメというお店かな。で、この横にね全く同じ名前のお店があったんで、おそらくこちらの苗が出てきました。だからね、6下の苗があるかどうか今回ちょっとわからなかったですね。で、このままね歩いていくんだけれども、アップルストアの付近でまたねコスメ判定を見つけることができました。またねこの辺で探知機を使っていきます。で、ここではね結構探知機沼りましてね、6回ぐらい打ってねようやく出すことができました。探知機がちょっと6択の状態だからね、かなり厳しかったですね。で、ここで出たねコスメピクミンの名前にびっくりです。美人製造研究所ですって。これ名前すごくないですか。早速ねこのね美人製造研究所でねググってみました。そしたらね、なんとね表参道に美人製造研究所がありましたね。実際にね美人製造研究所に向かっていきます。果たしてどんな場所なのか。美人製造研究所はアップルストアのすぐそばにあるビルですね。このオフィスビルにね入っていまして、どうやらねそういった名前の会社らしいです。株式会社美人製造研究所ということで、すごいよね、そんな名前の会社があるっていうか、そもそもそういった名前の会社でもねコスメ判定が出るんだなってね驚きがありましたね。これはびっくり。はい、このままね原宿の方に歩いていきます。歩いていったら表参道ヒルズに到着しました。またここでねコスメ判定出てきました。ちょうどねディオールのあたりで出てきたから、もしかしたらディオールの苗が出てきちゃうんじゃないのということで、早速探知機を使っていきます。また探知機はあえも変わらず6択なんだけれども、気にせず打っていきますとか言ってたら、今回ね一発で出ました。これびっくりしましたね。で、何の苗が出たのかというと、マックの苗が出ましたね。で、このねマックなんだけれども、実はね今ね表参道ヒルズにね店舗が入っていないんですよだからもうとっくになくなっているお店の苗が手に入りました。これめちゃくちゃびっくりしましたね。はい、このままね歩いていって、交差点、メインの大通りの交差点まで出てきました。東急プラザがあるところですね。向かい側にはね新しくできる、来年頃にできる新しいね商業ビルが見えます。これなんていう名前のビルなんだろう。すごいおしゃれですよね、めちゃくちゃかっこいい。なんか心なしか氷ピクミンに見えます色合いがね。で、ここでもね探知機に移ったんで、早速探知機を使っていきます。で、6回目ぐらいでようやく出てきまして、ジャマルカズラアロマティックという、ね、お店が出てきました。で、このね店もね調べてみたんですよ。調べてみたらとっくに閉店していましたね。これはびっくりしちゃった。だからね今はねこれ何のお店に変わっているのかっていうのをね見に行ってきましたなんとねフルーツジュース専門店に変わっていましたね。なんだろう、これピクミンブルームのマップ、もしかしたら情報がちょっと古いのかな。
で最後はねこちらのおしゃれなねカフェの前でまたねコスメ判定が出てきました。でおそらくねこれカフェで出たんじゃなくてねこの真横にあるねラッシュで出てきましたね。多分このままね苗を狙っていきたいところです。そしたら早速打っていきます。探知機は5択渋い使っていくんだけど、なんかね一発で出てきてくれて、しかもちゃんとラッシュの苗でした。これすごくないですか。一発でねラッシュの苗射抜くことができました。てかさっきから全部岩ピクミンの苗なんなんなんこれ全部岩です。せっかくだしね今回はねラッシュでちょっと買い物していこうかなと思います。いやこんなのもったいなくて使えないですね。これバスボム、まあ入浴剤みたいなものなんだけれども、もう飾っておきたいよね。入り口にねこんなものがありました。どうやらこれねタコらしいです。でお店を徘徊していたらね、なんとこのモンスターオクトパス、さっき店頭にね飾っていたやつ売ってました。このタコがね丸々1匹入ってるということでね、ちょっとね今回これ気になったんで購入しました。このモンスターオクトパスはなんかハロウィン限定みたいな話を伺いました。じゃじゃーん、ということでオクトパスをねこのまま家に持って帰って、あとはねピクミンをデコ化して今回ね終わろうかなと思います。よろしければね皆さんもコスメピクミンゲットしてみてください。ということで今回はこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。表参道とかねそういったおしゃれな街来るとね本当にいろんなねピクミンが、いろんな名前のねピクミンが取れて面白いんでね、皆さんもぜひともやってみてください。ということでありがとうございました。